はい、夕ご飯だよ。伏せちゃった。食べれるかな？あお。はい、飛び出さないでね。よいしょ。はい、あれ、いい子だね。怖っ。待ってたよ。よし。ゆっくり食べな。しっかり食べてよ。ね。ちょっと減ってるね、お水。しっかり食べてね。やっぱりちょっと食いつきが悪いな。こうやって顔を上げて食べるっていうのが、前も言いましたが、食いつきも悪いということらしいです。大丈夫だよ。ちょっと今日は台風の影響か風が強いんで、ちょっと気にしてます。今日は食べるかな。食べたね、アリコさん。はい、よくできました。うん、よしよし、ガム食べよっか。ちょっと待ってね。はい、ペットキスの歯磨きガムです。小型犬用です。はい、ガム食べよっか。待って。よし。はい、有川さん。ゆっくり食べな。持ってるね。ちゃんと持って食べる。よいしょ。あ、離した。よいしょ。かわいかったね。あ、やっぱ持つの。かわいいな。持ってない。持った。ゆっくり食べな、ね、ちゃんと立ててる。賢いラッコみたい。足が出てる。だらしない。ベラン。食べちゃったね。うん、ごちそうさま。そこらもうないよ。探してるね。おいしいのかな、そんなに。食べちゃったよ。うん、お水飲みな。飲まないかな。飲んだ。よし、アリコさん、ゆっくり飲むんだよね。はい、では今日も完食しました。ちょっと食いつきが悪いのが気になるけど、なんかフードを変える予定でしたが、買えないかもしれないです。親に高い高い言われるんで、ちょっと食いつき悪いのが気になるけどね。このまま行くかもしれません。夏が終わればなんとかなるかもしれないけど。それではこんな感じで終わります。バイバイ。